ロシアソビエト連邦社会主義共和国の国旗は、その思考規則によれば、ロシア共和国の主権、他の対等なソビエト連邦を構成共和国との自発的交流、労働者、農民、知識人の破られることのない団結、共産主義社会を築くすべての民族、国籍の労働者の友好と、兄弟愛の象徴とされる。1917年の10月革命後、ボリシェビキの支配する、 ロシア社会主義連邦ソビエト共和国は新たな国旗を制定する必要に迫られた。この時点までは、ロシア帝国が1914年に国旗及び商船艦備機として定められた白、青、赤の三色旗、そして軍艦旗として定められたアンドレイ機が使用され、続けていた。1917年11月18日に第一、全ロシア船員会議の 第一回会議において採択された決議では、すべてのロシア軍艦が、ソビエトの労働者、兵士、農民の大議員による民主主義を擁護するために、個々人として立ち上がったことを象徴するような国際。そして、グレゴリオ歴12月5日には、バルチック艦隊の司令船クレチェトに、司令艦機場に十字状に、ファイト赤く刺繍されたものが、艦隊中央委員会の軍令武器として掲げられた。 続いて、翌1918年4月14日に全ロシア中央執行委員会が採択したロシア共和国の旗についての議決にはこうある。ロシア共和国の旗は赤旗にファイと記したものとする。同月20日の艦隊海軍省第3 2 5号法令においてこの旗は国旗、軍旗として採用され、同時に小さなサイズの旗に対しては文字をファイ。 と略記することも定められた。この法令には旗の縦横比や文字の色、大きさ、位置についての指定は一切ない。しかし、翌5月にベルリンの在ドイツ大使館で目撃されたロシア国旗は上部旗座を付近に黄色で古行にわたってフルネームで国名が書かれた赤旗であったとされる。また、同月の中路ドイツ大使、ビルヘルム・フォンビルバッハレの証言から 文字色は金色であった可能性が高い。また、現存する2枚の白黒写真からは、縦横比が12対19で、国名は5段組の大文字フルネーム表記であった、可能性が高い。1918年4月20日から6月16日までの国旗だが2ヶ月後、全ロシア中央執行委員部会は、外務人民委員部を代表して、グラフィックデザイナーのセルゲイチェ法人が作成した。 新たな国旗のデザインを承認した。ロシア共和国の旗は赤色である。左上隅には刺繍、またはペイントで、ファイと表示する。文字色は金色とするが、一般的な使用法においては金色に似た金色を使用しても構わない。旗の長さは高さの2倍とし、文字入りの長方形の長さは旗の長さの半分以下、高さは旗の高さの半分とする。 新たなデザインの国旗は6月16日の艦隊海軍省第434号法令により採用された。とはいえ、関東の大きさや事態に関する規定が必ずしも尊重されたわけではなく、この規定から外れたロシア国旗の写真も数多く残されている。1918年6月16日から1937年1月21日までの国旗ただし、 同年8月に中央執行幹部会が発行したパンフレットにおいては、国旗のデザインは上に定められたものとは異なり、中央飛合対8の赤旗の左上に、ファイの文字が十字状にレイアウトされたものが掲載されている。しかし、このデザインの国旗が実際に使用されたかは定かでなく、実際には6月に制定された国旗が1937年まで、 使用されていた。1925年5月からの新たなロシア共和国憲法においては文言の上で初めて国旗の概念が明確化された。しかし国旗のデザイン自体は1918年に定められたものから変更されていない。1918年8月のパンフレットにおける国旗のデザインその後、1937年1月21日の 第17回臨時ソビエト大会で新たに採択されたロシア共和国憲法において国旗のデザインには次のような変更が加えられた。第149条、ロシアソビエト連邦社会主義共和国の国旗は左隅上部に金文字でファイトを表した赤色の布である。1937年1月21日から1954年6月2日。 までの国旗1947年2月になると、ソビエト連邦最高会議幹部会は、各ソ連構成共和国の国旗を刷新する方針を、固め、新たな国旗は、ソビエト連邦の国旗をベースとして、各共和国の歴史的、文化的シンボルを取り入れたものとなった。ロシア共和国の新たな国旗は、バレンチン・ビクトロフによるデザインが1954年1月9日に、 ロシア共和国最高会議幹部会によって承認され、同年6月2日に憲法第149条にも追記された。ロシアソビエト連邦社会主義共和国の国旗は、旗竿側にすべての高さ分の水色の帯を配した赤い布である。水色の帯は旗の幅の8分の1を占め、赤い領域の左上部には金色に縁取られたごぼう星及び金色の釜と土を、 排する。高さに対する、幅の比は1対2である。1954年1月9日から1991年8月22日までの国旗とその最速翌1955年12月23日、ロシア共和国最高会議官部会は国旗についての法令を承認し、その最速を次のように取り決めた。ロシアソビエト連邦社会主義共和国の国旗は、 旗竿側に高さ全体分、幅8分の1分の、明るい青色の帯を排し卓形の赤い布である。赤い領域の左上隅には、金色の枠で囲まれたご防う星と金色の釜と土を、排する。高さに対する、幅の比は1対2である。釜と土の大きさは、旗の高さの4分の1の正方形内に収まる。釜の A 単はその正方形の上辺中点に位置し、 土の柄の長さは正方形の対角線の4分の3を占める。五芒星の大きさは旗の高さの8分の1を直径とする円に収まるものであり、それは正方形の上辺に接する。星と釜と土の垂直軸から旗竿までの距離は旗の高さの5分の2に等しい。旗の上辺から星の中心点までの距離は旗の高さの8分の1に等しい。 1991年8月22日、ロシア共和国最高会議は水平方向に白、瑠璃色、黄色の帯を大幅に排した布をロシア連邦の新たな国旗とすると決定した。同年12月1日、ロシア共和国憲法にも国旗の変更が反映された。1991年8月22日から、 ソ連崩壊を経て1993年12月11日までの国旗直後の12月25日、ソビエト連邦の崩壊をもって、ロシアソビエト連邦社会主義共和国はロシア連邦となり、1993年12月11日に新たなロシア連邦国旗が制定された。1918年4月20日に、全ロシア中央執行が船舶機として承認したものは、 三段組の白文字で、ファイと表示した赤旗であった。しかし、この旗は、会場での使用に難があるとの理由で、翌5月24日に廃止された。1918年4月20日から5月24日までの船舶機翌6月に、チーニンがデザインした国旗は、軍艦機小船機としても採用されたが、これも会場では、 判別困難であるとしてほとんど使用されなかった。ソビエト憲法委員会第5回大会において委員会は憲法草案に基づいて国旗を規定する法に新たな章を付け加えた。7月10日の第5回全ロシアソビエト大会においては最初のロシア共和国憲法が採択されたが、その第90条は次のようなものであった。ロシア社会主義連邦ソビエト共和国の商業。 海運、軍旗は赤色の布であり、左隅の旗竿側上部には金文字で、ファイ、もしくはファイと表示する。さらに、全ロシア中央執行幹部会が1920年9月29日に採択し、10月13日に交付された、ロシア共和国憲法法則によれば、軍旗は既存のままとする、小船大旗は中央に白文字で大きく、ファイ。 と表示した赤旗とする、海軍旗は、中心部に赤い星を、上部に白文字で、ファイ、と排した怒りを表示した赤旗とするとされている。これらの旗の需要比も1対2であった。1920年代の小戦機と海軍旗。ありがとうございます。